後藤自動車株式会社は、長崎自動車の関連会社の一つで、長崎県後藤市を中心に、路線バス及び貸切バスを運行するバス事業者である。通称は、後藤バス。本社所在地は、長崎県後藤市福江町19番20号。バス事業のほかタクシー業、レンタカー業、観光業、ホテル業なども経営する総合グループ企業でもある。 自社 HP 内では、後藤自動車グループの名称も用いている。木場営業所と見え、三浦区の駐在所は、乗客用の待合室を有し、窓口営業を行っていた頃の施設も残っている。福江島の東端、後藤市の中心港である福江港に隣接するバス乗り場を運行の拠点として、福江島内全域に路線を持つ。社名は、後藤列島に由来するが、運行区域は、 福江島のみである。現行路線福江島を東部から南西部へ貫く長距離路線。1日後往復運行され、所要時間は約1時間35分。主に中型車が使用される。2001年4月1日改正で、甲羅から対岸の島山東にある高羅まで路線が延長された。日本クスノキで福江荒川線、富江駅宿線と接続するものがある。 福江荒川線の布裏系統を延長する形で設定された。1日上下各1便のみの運行。設定以来、後藤高校の通学を意識したダイヤ設定となっている。特に福江行きは、後藤高校の補修授業がない場合は運休となる。2002年2月1日改正より、後藤中央病院経由となる。福江島を東西に貫く路線である。下り便は、 福江マイナス日本クスの機間は、玉の裏行きと続行して運転し、日本クスのキで玉の裏行きの接続を受けた後で、荒川行きとなる。一方、上り便は日本クスのキでの接続はなく、ほとんどの便が荒川から福江へ直通する。丹那系統は、荒川行きの便が直通するが、運賃は通算されない。福江島を、東部から北西部へ貫く路線である。 国道384号の改良により1980年代に比べて所要時間が約10分短縮された。一部の便は海津港へ向かう三浦半島バスとの接続が図られている。古島バスの中で最も運行本数が多い路線である。長崎県道49号福江富江線の改良により1980年代に比べて所要時間が 約5分短縮された。2002年2月1日改正より一部の便を五島中央病院経由に変更した。鬼岳の裾野を一周する路線であるが、大半の便が上先山止まりである。運行本数は比較的多い。以前は循環しておらず、野の切れ方面からは大阪止まりだった。2002年2月1日改正より福江業一便を 後藤中央病院業に変更した。運行本数は比較的多いが、ほとんどの便が引き寄り返しで、観音平まで行く便は1日4本のみである。一部の便が船着き場バス停で、区下島への都線と接続する。2002年2月1日改正より、引発副営業1便を観音表発とした上で、後藤中央病院業に変更した。 2016年10月1日改正より、後藤市地域公共交通再編実施計画に基づいて、下市の裏線を引き線に統合し、引き線の一部便が下市の裏を経由する運行形態に改められた。2006年5月11日改正より、元山崎周り便が廃止され、一方向循環となった。後藤中央病院の公害移転に伴い、 2002年2月1日改正より新設された路線である。飛行機のダイヤに合わせて運行時刻が毎月変更される空港連絡バス。原則として飛行機出発の50分前に福江を発車する。福江島を南北に貫く路線である。朝1便のみの神崎橋経由は後藤南高校への通学の便を図るものである。廃止路線廃止路線は 以下の通り、2007年10月1日改正により廃止。三井楽では福江発着便と、海津では佐賀の島への都線と全便が連絡していた。2007年10月1日改正により廃止。循環線ではあるが、循環するのは上下各1便のみで大半が区間便だった。福江島の南岸を東西に結ぶ路線だが、ほとんどの便は途中のクロ マリコ止まりで、大砲まで向かう便は1日3本のみだった。2017年10月1日改正より、後藤市地域公共交通再編実施計画に、基づいて乗り合いタクシーに転換された。富井黒瀬間は1日後往復運行され、予約なしでも乗車できるが、黒瀬大砲間にかかる区間を乗車する場合は、事前予約が必要となる。 福江港ターミナルの同社窓口で路線バス全線が乗車可能な一日フリー乗車券を1000円で発売している。全路線とも長崎スマートカードやサンクパス、交通系、IC カードは利用できない。ただし、長崎自動車グループが導入した N タス T カードについていずれは導入したいと表明している。一般路線車メーカーはイ子ズ・日ノを使用している。 経年者も多いが大切に使われている。一般路線車は白と赤のツートーンカラーで間に5本の縞模様が入るとそうである。かつては一ドアで座席がハイバックシートとなっている貸切一般路線兼用仕様の大型車、中型車が導入されていたが、交通バリアフリー法の施行に伴い、2003年以降は車椅子上降用スロープを装備した中型ワンステップバス、 2019年には、中型ノンステップバスがそれぞれ導入されている。また2018年には、神奈川中央交通から、イ須ズエルガワンステップバスが一台移籍し、主に福江と三重線で使用されている。貸し切り車は、上半白色、下半水色に赤帯の塗装で、大型車三台と中型車一台が在籍している。また定期観光バス専用車として、 福江島のシルエットをラッピングした日のッセが一台在籍している。福江港、ターミナルビル1階に後藤バス観光課として営業所を置く形で、常日の後藤バス車両及び観光専用バスを用いて、島内観光の定期観光バス運営を行っている。午前と午後に分けて、島内を回る定期観光バスを一本運行している。午前だけの乗車。 午後だけの乗車、午前と午後の通し、乗車、午後の便と翌日午前の便の乗車が可能。トライアスロン開催日は運休する。系列の施設として、後藤市のカスコ海水浴場そばに、後藤椿の資料館、後藤椿文化館、自然塩製造場、椿用、土産品販売の後藤椿物産館、後藤市中心部にカンパーナホテルを持つ。 2018年3月までは、カンパーナホテルに隣接して、五島バスターミナルホテルを営業していたが、老朽化のため閉館し、翌2019年6月に、近隣地に、ゴートゥー椿ホテルをオープンさせている。五島市東浜町に営業所本部を置く、五島タクシーの名で、島内各地に営業所を持っており、五島バス観光課と連動して、タクシー観光も行っている。 ありがとうございます。